はい、どうも皆さん、おはようございます。カブくんでございます。今日チームで、練習をしてきました。はい、今本当に終わったばかりなんですけど、良かったです。はい、楽しかった。もう技術とかそういうことは、まあね、完全ねアウェー感っていうのはあったんですけど、でもね良かったと思う、ね、そう。まだ今時間的には夜のね、8時まだもうちょっとね、でももう7月になっちゃったから少しこれでも暗い方なんですけど、花がね咲いてるね、そう。でも股関節の痛みとか意外となくて良かったと思う。股関節の痛みとかなかったし、あとはイリュージョンっていう新しいなんかスピンの技とかね、それが意外とね、昔ね痛くて怖かったんですけど、でもなんかやってみたら意外と痛みとかなくて、そういった意味では良かったかなって思います。はい、だからあれ何こんなのこの技昔イリュージョンってほら羽生選手が国別対抗戦のトリプルアクセル、トリプルアクセルこうね、うわーってこうなんかバランスを崩してこう前のめりになるじゃないですか。あの技を昔やったらね痛かったんですよ、股関節とかね、そこがね。だけどいや今日やらされたっていうか自然にやってみたんですけど痛み感じなかったんで、これ続けていこうかなと思いましたね。とても良かった。あとただね痛みがあったところとしては、最近ずっと練習してなかったんで、なんだっけな、ちょっとね花がここに花が なんだこの花は、まあ、分かんない、まあいいや。ちょっと今日はなんか嬉しくて、はい、ちょっと待ってください。はい、ちょっとなんかトンネルに入っちゃったんで色気がないので動画を一回止めたんですけど、そうだから新しい、全然これまで自分がやってなかった、もしくはやりたくなかった技、スピンで言ったらそのイリュージョンとかそういったものをねなんかやってみたらあれと思って、これしかももしできたらスピンのレベル判定で1もらえるので、あこれやってみようかなと思いましたね。気づきがあってよかったっていうところ。だから自分がそのなんか知らないうちになんかこれまで自分ができる技にちょっとうぬぼれてたっていう部分がねあったかなっていうふうに思うので、まあ、それはちょっとそういった意味では新しい技を身につけようと思ったことが良かったと思います。はい、そうだ痛みを感じる部分としてはふくらはぎがやっぱりね、ふくらはぎが少しこう痛い感じがするので、まあ、それは練習不足なんで、その トレーニングをねしていきたいと思ってます。はい、だからただやっぱ年齢層は子供たちばっかりだから、みんなちびっ子たちばっかり基本は。でも一人女の子で高校生か大学生ぐらいの女の子がいて、ジャンプとしてはシングルアクセルダブルループとか、まあ、全体的にスピードもあるみたいな感じで、そんな感じでしたね。はい、だからまあ僕のレベルは多分とても僕の、そのレベルの中で、まあ、十分やっていけるかなとは思ったんですけど、ただやっぱりまだスピードとか新しく習うスケーティングとかね、あこういうスケーティングなんだとか、もう斬新なものが多かったり、先生がねいい人、嬉しいのがコレオグラフィーの先生とあと技術の先生分かれてるんですよ。そういう風に教えてくれてるの で先生が明るい、もう本当にもう嬉しかったです。優しくて明るくて、まあこれから厳しくなってくるんだろうけどもね、まあでも最初は初日としてはすごく満足でしたね。なんか完全ねアウェーになるかなと思ったんだけど、なんかね一人ね中国人の女の子がいてね、ちっちゃい女の子がいたんですけど、なんかその子がねなんか僕がなんかちょっとだけね、ジャンプ決まったらなんか拍手してくれたりね、嬉しかったですね。
何語喋れるのとかって会話もしたりして、だからね、まああのちょっとね、年齢層いく女の子たちは少しこう、まあ、突っ張ってたっていうか、ちょっと私なんかうまいもんっていうね感じのほうがあったんですけど、でもね、それね、どこのあのリンクでも同じなんであんま気にしないですね。日本のリンクはあんまないんですけど、でも僕ほら女の子と競うわけじゃないからさ、でも男の子たちはみんな優しいね、うん、そう、女の子たちはやっぱり、ね、そういうなんかあるよね、うん、あるけど、まあでも戦うのは女の子たちじゃないので、あんまりこうなんていうのかな、利害関係がないというかね、うん、で男の子はね、あの違うクラスの子入ってきたんですけど、めちゃくちゃうまい子がいて、あのトリプル、ちょっと待ってくださいね、そう、トリプルサルコーとかダブルアクセルバンバン飛んでる子がいて、わすげえとか思って、でもね、男の子はね突っ張ってない、全然、あのね、レベルが高いからってバカにしないっていうか、女の子私のがうまいもんっていう感じだけど、男の子はね、どのリンクでもそれがない、うん。あとね、ちなみに日本のリンクはね、そういうの少ないんですけど、海外は結構あるんですよね、女の子たち。海外の女の子たちは、あのフランス人はあんまなかったんですけど、ベルギー人の女の子はマウントの取り合い、これ基本。でも男の子は、みんなないね。もう日本も海外も全部ないね。だから、あと日本人の女の子も、関西の方はいいらしいって聞くんですけど、あ、でもどうなんだろう。はい、そんな感じですけど、まあ、だからまあそれはいいとして、まあ、今日はちょっとすごく勉強になったこともあったし、続けていこうとあの思えたので、すごく良かったと思います。はい、うん、まあ、宿題とか、あの宿題というか、結構まだほら、慣れてない部分、スケーティングで、まだ新しいスケーティングとかもあったりするんで、まあ、そういったところをこう自習練とかで勉強して、一応ね、火曜日とね、水曜日、もう滑る予定なんですけど、でもちょっとまだ分かんないです。はい、一応行く予定ではあるんですけど、ちょっと相談をしながらして、どういうふうにやっていくかっていうのはぼちぼちかなと思います。はい、というわけで、今日はこれで、反省会は以上です。バイバーイ。ありがとうございました。バイバーイ。